ペッタ。もしもし。よう。またこっちに戻ってきたみたいだな、ヤガミ。あんた、桑名か。迎えをやるから会いに来いよ。やっぱりまだ偉人町にいたんだな。ああ、ただお互い RK やら公安に面が割れてる身だ。まずは誰にもつけられないよう握りゃいにしろ。監視の目を振り払うんだ。どうやって？そりゃそっちで考えてくれよ、探偵さん。支度ができたら沢君のマンション前に来い。沢先生の。ああ、じゃあな。Per perdere le tracce, mi converrà passare dal territorio dell'Animang. Dubito che gli RK possano starmi dietro da quelle parti. Devo solo mettere in atto un'uscita di scena convincente. Dove stavamo andando? Olio in abbondanza. Olio infinito. Cos'è che c'era qui dentro? Non mi ricordo. L'abbiamo preso una volta, mi sa. È il cavo prezzosissimo, un cavo da 4 soldi. Io sto qua a perdere tempo a aprire la porta per un cavo da 4 soldi. Ma chi c'è? Tesso. Ehi, hey, fratello! RK の襲撃があったんだって。若いもんが2人、骨までやられて病院送りにされたよ。いつの間にか俺らより RK のが数増やしてやがる。ここは偉人町だったのに、外へ一歩出りゃもうアウェーだ。連中の狙いはやっぱり桑名だった。間違いねえだろう。桑名はうまく脱出したみてえだが、連絡が取れなくなってる。あいつからはさっき連絡があったよ。これから会いに行く。本当か？ああ、でもこのまま行ったら俺が桑名のところに RK を案内することになる。まずは一度敵の目を振り切らないとね。なるほど、だからここに来たのか。てっきり襲撃の被害を心配しに来てくれたんだと思ってた。ふん、それもあるけどさ、手貸してくれ。ここは悪名高いギャングの名前だ。秘密の抜け道とかない？ああ、そこを抜ければ一旦 RK の目を出し抜けると思ったんだけど。そんな都合のいい抜け道なんてないわけないよね。そうだな、あるぜ。悪名高いギャングの縄張りだからな。わかったよ、ついてこい。助かる。おい、こっちだ兄弟。非常時の抜け道がある。多分桑名も襲撃された時そこを使って逃げたんだ。いや、もci vuole picchiare lì dentro, nello stanzino. Non c'era una scala là dentro? Cianto, nuke mi ci ho ni scutte aru. Zen zen new ne daro. Zen zen new. Toscani. Zen zen new. Nagani orite saki itara, Fukutok koen ni derareru. Kono nuke mi ci wa, orera ni toccia manga ichi no totte oki da.誰にも言うんじゃないぞ。ああ、感謝するよ。よし、じゃあここ入る前に変装しとくか。そうすれば抜け道出た時完璧に RK の目を振り切れる。
なるほど。それはいい考えだ。Appa in automatico, eh? Ascolta, stavolta io ho detto questo. Il vampiro che esce dalle fogne. いいじゃないか。さすがに慣れたもんだ。どうも。変装にはちょっと自信があるんでね。よし、準備はいいな。抜け道の中は一本道だが、ちょっとくれ。なんだったら俺もついてってくる。Siamo dritto che cosa devi guidarmi? 一人で大丈夫だよ。クアナもここを襲撃に巻き込んじゃって、あんたに合わす顔ないだろうし。もしそうなら全然気にしてねえって伝えといてくれ。俺がムカついてるのは RK の連中だけだ。絶対偉人町から追い出してやる。わかった。じゃあありがとな。じゃあ。Mi piace perché indossa il coso punta truccato sul cerone. Guarda qua.Una cosa normalissima, un vampiro che dalle fogne. Allora, ha funzionato, dovrei aver seminato gli RK. E, a meno che non è una cimice addosso. Kuwana diceva che avrebbe mandato qualcuno a prendermi davanti all'appartamento di Sawa. È ora di andare. Ma quanto dista, no? Non era...tipo adesso, no? Adesso noi magari ci intercettano queste e ci pestano. Ma perché devo picchiare un povero vampiro per strada? Che gli ha fatto il vampiro? Allora, boh. Ma non funziona il taxi, scusa. Facciamo prima. Dico. Prendiamo il taxi. Via.Stiamo andando un ballo in maschera, è legittimo, no? Non va bene. Stiamo andando anche in scherzo. Ah, ma che casettina qua.Cioè, questo ci ha riconosciuto. Soxo. いい変装ですね、ヤガミさん。赤池君か。ほんと、クアナの言うことは何でも聞くんだな。これはルイか。乗ってください。先生のところに。ロストデンテ。あんただけか。他の同級生たちは。俺一人です。今日は人手がいらないみたいなんで。へえ。この船って博物館になってるやつだよね。ええ、でもこんな時間には誰もいません。先生も長居する気はないそうです。クアナは俺と会ったらまたすぐどっか逃げる気なのか。それは俺じゃなくて先生に直接聞いてください。よう、悪かったな、わざわざ来てもらって。こっちはお尋ね者なもんだよ。その割には目につくとこにいるもんだな。ここは追手に数で囲まれても逃げ道がいっぱいある。いざって時、周りに迷惑かけずに済むしな。あんたが人の迷惑考えてるとは思わなかった。赤池、少し八神さんと二人で話してもいいか。どうぞ、八神さん。グランデブルーマリーノホテル。
テッソーたちには悪いことをしたよ。俺を探して RK が襲撃してきたんだ。Vedremo come va a finire questa storia tra loro due. ヘトも思っちゃいねえらしい。結局のところ相手は公安だ。日本中どこ行ったって逃げ切れるもんじゃない。それと RK の相馬は多分公安の潜入捜査官だ。搭乗会に入る前からずっとな。潜入捜査官。ああ、でも逆にその相馬を捕まえれば奥にいる黒幕も引きずり出せるかもしれない。そうやって全部明るみに出さない限りあんたはずっと追われ続ける。そりゃ困ったな。沢先生の件、江原の三越芝殺しの件、隠し事はもう終わりだ。全部ぶちまけて公安のつけいる隙をなくす。それには例の痴漢裁判がおあつらい向きの舞台になると思う。お前の言う全部ぶちまけるってのは楠本さんの件も含めてだろ。俺は彼女を売るような真似はしない。ダメだ、話になんねえ。その結果が沢先生を殺したんだとしてもか、話にならないんじゃない。あんたはそこから目をそらしてるだけだ。そういうお前は13年前のミツルを知らないだろう。そんな奴にとやかく言われたくないな。俺はみんなが目を背けてる。いじめの現実ってやつに正面から向き合ってるんだ。エローイ、ノストロエローイ。みんな子供が自殺するたび騒ぐが、結局未だに何も変わっちゃいない。そして毎度のようにどの加害者も口を揃えてこう言う。まさか死ぬなんて思わない。テオリアはResposta legittima、diciamo。あいつらはどれだけ残酷なことを人にしてるか分かってない。それは自分に痛みがないから、自分が安全なとこにいると思ってるからだ。だから俺はそうじゃないってことを奴らに思い知らせたい。お前らのやっていることにはいつか必ず報いがあるってな。クワナ、この瞬間もどこかで奴らに苦しめられてる子たちがいる。ミツルやその子らのために何ができるか必死に考えた結果が今の俺だ。あんたの気持ちはよくわかるよ。分かっちまう。自分でも怖いくらいにな。でもそいつは野放しにするとすぐに制御できなくなる。暴走した正義が行き着く先はいつも同じだ。自分の正義のための犠牲を都合よく正当化する。例えば沢先生のような人の犠牲も。くどい。本当の正義なら真実を恐れない。真実から逃げたりもしない。あんたや楠本玲子が全てをさらけ出さない限り公安はどこまで持ってくる。分かってんのか。今のまま捕まったらあんた闇に葬られんだぞ。ああ、そういうことになるんだろうな。何？でも俺は逃げ切ってみせる。相手が公安だろうがな、いつでもそうできるように準備は重ねてきた。そのために裏社会を生きてきた。そんなうまくいくわけねえだろ。あんたはもう何人も殺してんだ。全員受けるべき罰を受けてなかったやつらだ。あいつらを殺すのに社会は手を汚さない。だから俺が手汚しているだけだ。これから先もな。13年前にミツルが飛び降りた日、俺は自分に呪いをかけたんだよ。どうせ一生かけたってミツルには償いきれねえんだ。俺は自分がどうなろうが構わない。その代わり最後までやらせてもらう。じゃあなんで俺をここに呼んだ。そんな話して俺が褒めてくれるとでも思ったか。まさかお前がそんな物分かりのいいやつだとは思ってないよ。でもだからお前にはいろいろ話しすぎちまったのかもな。なんだよ。
江原さんにこれを渡しそびれてた。悪いんだが、お前から渡してくれないか。頼めるのはお前だけなんだ。江原敏郎、これには江原さんへのメッセージが込められてる。あの人の復讐を最後まで一緒に仕上げるつもりだったんだが、もうそうも言ってられないだし、俺は今日限りこの顔も名前も変えて消える。俺があんたをこのまま生かせると思うか。別れに未練は禁物だぜ。ダメだ、引き下がれないんだよ。こっちも昔真実を追い切らなかったことで、俺は寺沢恵美という女の子を死なせてる。罪を逃れた人殺しはその秘密を守るためにまた人を殺す。あんたや楠本玲子もいつかそうなるかもしれない。やっぱりな、お前と会ったらこんな風になるんじゃないかと思ってた。逃げるなら起きはないよ。あんたが何人殺してるとしても、俺はその証拠を持ってないんだ。捕まえたところで監禁でもしとかない限り、あんたはまた逃げるだろう。じゃあどうすんだ。あんたが自分の意思でここに残るまで俺は説得し続ける。あんたも楠本玲子もまだ救うことができると信じているから。ったく。Gente infiltrato. RK か。なんで奴らこの場所が分かったんだ。いいかみんな。北方先生は殺すなよ。その代わり矢神の方は逃がさなきゃどっちでもいい。パトセペリさん。お前は監視を振り切ってここへ来た。俺もそう。奴ら二面が割れてるからな。嫌でも慎重に動かなきゃならなかった。なら。後をつけられたのは俺でもお前でもなく赤池だった可能性が高い。公安は赤池と俺とのつながりに気づいたんだよ。これが何を意味するかわかるか。あんたよく今そんなことに気が回るな。楠本さんだよ。彼女以外赤池と俺のつながりを知らねえはずだ。え？そったらやで言うの。楠本さんが俺を公安に売った。どうやら彼女が心変わりする何かがあったんだ。Ti eri svegliato il ragazzo. そういえばあんた、ここには逃げ道がいくらでもあるって言ってなかったか。C'è il mare intorno. それは俺一人で逃げる時の話だ。じゃあなんで行かねえ。お前俺を説得してくれるんだろ。そん時はどんな理屈こねてくんのか興味なんでね。了解。よく考えとく。いいよみんな、ほらもう行けって。おう、こいつら二人ともなんか技持ってるぞ。逃がさねえように足から行け。ああ、まあ、questo è fatto abbastanza bene come NPC。ちょっと違う感じだな。ああ、でもこっちのやることはいつもと一緒だ。È successo l'animazione? Oh, io ho parato ma non è entrata. Raccogliere.
rotte. Oh, santo cielo, ma come fa? Come faccio prima quel tasso? Mi sono preso la pistola, stronzo. Faccio a evitarlo? Già che non fa questo danno. Ecco, buona questo. Vegeta e Goku che combattono insieme. Adesso la chiudiamo con Soma o? Tatta 2 aite ni konna ni tekozutte cha RK mo mada mada tte iwarete chau na. Minna tenka no doujou kai datta ndaro? Kanban ni hazukashiku nai shigoto shinakya. の手がある感じ。ああ、でも悪いが、そんないいもんじゃねえぞ。おい、クワナ。セラダガンベルイ。行けって。行ってろ。話。待てこら。止まれ。クワナ。Ha tirato la cosa ninja. Yosh, Tenshi. Isoide kure yo, minna. Sugu hito ga kuru do. Guarda che fighetto del cavolo. Ma si sono rotti i pantaloni, non ho capito. Ah no. Hai un motivo per pestarlo. Guarda qua, che bravo che è stato. Quello si è scassato e Yagami invece... Yagami invece è sano. Quindi comunque in teoria, appunto, come dicevamo, nel momento in cui si è risvegliato il ragazzo, guardate la coincidenza, la tizia l'ha accettato... La tizia ha accettato quello che gli proponevano, no? Perché ovviamente non finisce in prigione, non si fa accusare di omicidio se il figlio è rinsavito. Finale. Il buio prima dell'alba. Soma ga kouan no sennyu sousakan de aru naraba. Gyaku ni sore o tsukamaeru koto de 黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは
楠本玲子の裏切りを示す事態だった。colpo di scena。Il buio prima dell'alba。Bella questa inquadratura。源田先生、dimagrire un po', Genda。昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。やっぱ attacchi terroristici。一名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。それが矢上の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも、RKのメンバーのことも記事には出てません。これって。公安が情報操作でもしてるってことですかね。公安だってそこまで万能に何でもできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾仕掛けられたとなりゃ警察がテロと考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合いにかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら政権はびっくりするでしょうね。ああ、それより矢上は昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく事件の関係者と会いに。病院にいる関係者って。楠本玲子です。accettato di parlare con lui。 scusa。 13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事。すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。桑名を公安に売ったのは充君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すればあなたは13年ぶりに会えた充君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。